皆さんこんにちは。ピラナフォレストチャンネルの東エマです。今回は樽を知る、今私たちが持っている物質だったりとかね、環境だったり、そういったことに満足をすること、そして頑張ることや向上心についてで、感謝をすることにはとてもね強い大きな力があるということをお話ししていきたいと思います。私たちには近い未来に叶えたいこう夢とか目標とか、こんな現実を生きていたら嬉しいなみたいなね、そういうことが あると思うんですよね。将来に向けてのビジョンというか、つまり願望を実現していきたいという欲求ですよね。私の場合だとスペインに暮らすようになって11年くらいが経つんですけれども、この国というかこの地域で、そうですね、自分の生まれ育った国を離れて違った言語を話して全く違う文化の中で生きるっていうね、そういう暮らしの中での学びというのはもう終了していて、次のこうステージに行きたいっていう目標が あるんですよね。目標というか欲求があるんですよね。で、皆さんにも遠い将来だったりとか近い未来に叶えていきたい、そういう現実テーマっていうのはあると思うんですよね。ではまず最初に樽を知るということについてお話ししていきたいと思います。ヨガには大切な教えの一つに三等車っていう言葉があるんですけれども、これを直接的に日本語に訳すと知足ですよね。樽を知るっていうことになります。で、これはよく用いられる表現だと思うんですけども、コップに半分入っている水に対して半分しか入っていない、残っていないっていうふうに捉えるか、まだ半分も残っているっていうふうに捉えるかっていうね、こういった表現があると思うんですけれども、今私たちが手にしている暮らしとか環境とか状況に対してまだ足りないとか、もっともっと欲しいっていうふうな、こう求める心っていうのは私たちの内側にこう不平不満とかね、不足感っていうのを作り出してしまうんですよね。そして不足感はあれを手に入れれば幸せになれる、で逆に言うとあれを手にすることができなければ幸せになれない、でここが不十分だから私はまだまだみたいな、そういうこう焦燥感っていうのかな、そういう気持ちを内側に作ってしまいます。でお金とか所有する物質に対して樽を知るというね、教えを理解せずに心が作り出していく幻のようなね欲求に支配されてしまうと、周囲から見ると例えば高額の収入があるとか、幸せそうに何でも揃っている暮らしをしているように見えても、その人自身は外からどう思われても、どう見えていても、どんなに自分が持っていても自分自身は十分に満たされているっていう満足感がなくて、あるのはあれが足りない、これが足りない、あれがなければ幸せになれないっていうね、不足感だから、例えば年収が1000万になった、じゃあ次は2000万、2000万になったら次は5000万、1億2億っていう風に果てしないわけですよ。いつまでたってもその目標額に到達しても幸せを感じることができない、満足感を得ることができない。で別荘を手に入れた、じゃあ今度は2つ目の別荘、3つ目の別荘、そういう風により豪華で高価なものを求めていくっていうような人がいると思うんですよね。世界中のお金持ちにはそういう人が多いと思うんですけれども、でこのチャンネルをご覧になってくださってる皆さんの中では、あまりこうお金持ちイコール幸せで悩みがないとか、あとお金さえあれば全て問題が解決するみたいなことを思ってる人は少ないと思うんですけれども、そういうふうに思う人も世の中にはたくさんいると思うんですよね。でもこの考えはあまりにも短絡的で幼稚な考えじゃないかなっていうふうに思います。だってね、世の中には不幸なお金持ちなんていくらでもいますし、一般的な収入
なのにすごく幸せを感じている人もいると思います。結局なんだろう、物事をどう受け取るかっていうのは自分自身の心とか何に満足するかっていうのはその人の価値観によってきますからね。でどんなに収入があっても名声があっても他でもない本人の心の中っていうのが樽を知る、持続していないと穴が開いたバケツのように満たしても満たしてもどんどん不足感を感じてしまう。まだ足りない、あれが足りない、これを手にしなきゃみたいな感覚になってしまうんですよね。で自分にないものとか足りないものに目を向けて嫌な気分になっているとどうしても思考はネガティブに寄っていくんですよね。そうなると心の状態も暗くて後ろ向きなものになってしまう。今自分自身が置かれている状況であったり所有している物質環境といったものに満足しないっていうことは不足とか不満といった感情と紙一重の状態なんですよね。条件が全て完全に整えられたから幸せになれるではなくて、条件はねまだ整っていないけれども今この瞬間は私はちゃんと満たされていて幸せであるっていうことに気づくことがとても大切になるんですよね。そしてバケツの穴、不足感を作り出している原因に気づくために必要なのがやっぱり知性と感謝になってくるんですよね。思考や受け取り方のパターンを変えていくためには感謝をすることが一番シンプルで効果的な方法です。いつも言ってますけれども、思考が心の状態に影響を与えて発言や行動というのを作り出していくので、どういった思考をまず種として持っていくか、どんなふうに物事に反応するか、起きた出来事をどういうふうに捉えるかっていうことがすごくすごく大切なんですよね。常に他人のあら探しをして何か小さな間違いをその人がしようものなら鬼の首を取ったように大騒ぎをしたりとか、少し常識的ではない、その人にとって常識的じゃないことをしたりとか、小さくねモラルに反することをしたらもう一斉に攻撃をするみたいなマインドの人っていうのはいつの時代にもいると思うんですけれども、どんな小さなことでも自分が発した行動とか発言というのはエネルギーとして宇宙に投げられて必ずもう絶対に自分のところに返ってくるんですよね。例えばね、友達の悪口ばっかり言ってる人っていうのは必ず他の友達たちがその人の悪口を言っていますし、もっと言うと悪口をよく言う人っていうのは同じように人を悪く言う人を引き寄せてしまって、そういう人間関係を自分自身で作り上げていく。そうなるともう悪口の言い合いみたいな、そこには何の調和もないっていうかね、結構しんどいと思います。で否定とか批判とか妬みとか嫉妬とか憎しみのね、そういったエネルギーを内側に生み出して、せっせとそういった感情がベースになった言葉を口にすることによって、本人はストレスを発散してるつもりなのかもしれないけれども、現実はそういった否定とか批判に満ちた現実を自分で作り出しているんですよね。そのループに気づかないと、もうその中をずっと回り続けるってことになるんですよね。でこれもいつも言ってますけれども、物事とか人生に起きる経験をどう受け取るかっていうのは完全に自分次第なんですよね。個人セッションしているので、いろんな方とこう1対1でお話しさせていただく機会があるんですけれども、多いんですけれども、受け取り方のパターンが感謝ベースになっている人とか、あるいはそうでないかで、その人が発しているエネルギーやオーラにもかなり大きな違いが出てくるんですよね。でいつだったか、自分の心とか体をケアすることを
後回しにしてストレスの強い状態で仕事を頑張っている方っていうのがセッションに来てくださって、来てくださってっていうか、まあオンラインでね、受けてくださって、でその方は月星座が魚座だから自分の体調とか心に気づきづらいだろうなっていうのは思ってたんですけれども、その人結果的にがんになっちゃったんですよね。でもそこでやっとこれまで自分が無理しすぎていたこと、自分のことを後回しにしすぎていたことに気づいて、食生活や仕事の仕方を見直すきっかけになったその病気、がんに対して今はすごく感謝しているっていうふうにおっしゃっていたんですよね。もちろんね、このように心身の健康が脅かされた時に感謝の気持ちを持つことっていうのは決して簡単なことではないんですよね。だけど起きたことのポジティブな側面にこうやって目を向けて、そこに気づきを得て感謝のエネルギーを向けることによって、その後にその人が得ていく現実っていうのは本当に結果として大きな違いになってくるわけですよね。例えば人生というのは自分が一人でも生きていけるものであるとか、自分だけで成り立っているっていう考えがあると、人というのは少しずつ傲慢になっていくんですよね。で傲慢になっていくと感謝をすることっていうのを忘れてしまうんですけれども、一人で全て完結している人なんていないわけですよね。毎日食べている穀物とか野菜とか果物も栽培して流通してくれている人の、ね、存在があってこそですし、日頃ねこう私たちが便利に使っている YouTube とかのソーシャルメディアも、そのインターネットとかでそうやって使っているデバイスとかシステムをね開発して商品化してくれる人がいるからなんですよね。まあ、こういった便利なもの、インターネットとかね、そういうものに関しては私たちの便利さに対する飽くなき追求とか欲求が行き過ぎてしまうと結構ね怖い現実を作り出してしまうとは思うんですけれども、つまり誰であろうと自分以外の人の力とか知恵とか存在とか労力によって人生が成り立っている。もっと言うと全ての命ある存在というのは宇宙によって生かされている。こういった根源的なことに気づくことができれば、ね、今っぽい言い方をするともう感謝しかないっていう風になるわけですよね。感謝の習慣がない時っていうのは、あれがあったらいいのにとか、これがこんな状況だったら幸せなのにっていう風に自分を満足させてくれるものを外の世界に求めて、感覚器官を喜ばせることに意識がどうしてもね向かいがちなんですよね。こうベクトルが外を向いちゃってるんですよね。本当はそのベクトルは自分自身の内側に、内へ内へとこうやって向けていくことが大切なんですけれども、そうすることによって意識が未来とかこう過去ではなくって、今この瞬間に留まることができるんですよね。で私たちは大抵の場合過去に起きたことを後悔したりとか腹を立てたりとかで、未来に不安、そして未来に不安を感じて波動を乱してしまうんですよね。で今この瞬間にいれば何の問題もないのに、もう終わったことをくよくよ考えたりとか、まだ起きていないことにこう意識を向けて心をね忙しくしてしまうんですよね。で私はヨガを教える仕事と占星術の個人セッション、占星術だけじゃないんですけども、個人セッションをしていて、それ以外にもこういった YouTube とかポッドキャストでメッセージを配信するっていうことを発信するっていうことをしてるんですけれども、全てこう私が出していくものを受け取ってくれる人っていうのがいるから成り立つんですよね。そういうことを考えるともう本当に感謝ですよね。こう私のクラスに来てくれる人、そしてセッションに来てくださるクライアントの方、そしてこういった発信をメッセージを受け取ってくださる皆さんですよね。そういう人がいらっしゃるから私がこういう自分自身でいられるというか、自分の仕事ができるというかね、役割に集中することができる。もうこれも本当に感謝しかないわけですよね。
でも私たちの心というのは常にこう動き続けていきますから、ね、意識的になること、そして自分の感情や、受け取り方のパターンですよね、反応のパターンに気をつけていなければすぐにこう波動が乱れたりとか、ね、汚れというか不純物が混ざってきてしまいますから、継続的にそして意識的に内側を浄化していく必要っていうのがあるわけですよね。でヨガでは身体的そして精神的な鍛錬、つまり宇宙の真理について学んでいくことについてタパスという言葉が使われているんですけれども、タパスというのは浄化の炎という表現もされているんですよね。でその炎によって自分の中にある無知とか思い込みっていうのを燃やしていく、こういった日々の練習によって私たちは子供時代そして青春時代、仕事を始めてから今までのさまざまな人との関わりによって作り上げた間違った価値観とか思考とか、間違ってはいないけれども正しくもない世界観っていうのかな、世界の見方っていうのかな、そういうものを燃やしていく必要がやっぱりあるんですよね。で必要じゃない思考とか生活習慣とか物事の受け取り方のパターンをタパスによって燃やしていくと、そこに残るのは純化された純粋な意識だけになるんですよね。ね、自分一人にできることなんかたかが知れていて、多くのことを他の人の力によって支えてもらっている、そして私たちは支え合っているってことが全く理解できていなかった若い頃の私ですよね。ヨガを始める前の私ですね。物事に優劣をつけたがる傲慢で、そして自分勝手な人間だったと思います、ね、今考えても恥ずかしい限りですけども、やっぱりその当時は感謝する心っていうのが圧倒的に足りていなくって、何事もそこにあって当然とかね、与えられていることが普通っていうような考え方をしていたと思います。で私たちは向上心を持つ生き物なので、理想とか欲求を持つこと自体は全く悪いことではないんですけれども、それに対してこれが足りないとか、これだけじゃこれっぽっちじゃ幸せになんてなれないみたいな、こう不足の証拠探しをすることでは決して幸せになることはできないんですよね。ついつい忘れがちなんですけれども、私たちは自分にないもの、足りないと思っていることではなくて、すでに自分が持っているものや環境やそういった全てにね、目を向けて、そういった全てに感謝をする。そうすることでいかに自分が幸せで恵まれた存在であるかに気づくことができて、その気づきが幸せへの一歩になっていくんですよね。もともと私たちは本当にたくさんの幸運によって今ここに生かされているということに意識を向けていくこと、それがねできればもっとねこの地球もいい場所になっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。今日も最後までご覧くださってありがとうございました。オンラインサロンや個人セッションに関する情報は概要欄にリンクを貼っていますので、ご興味のある方はチェックしてみてください。ではまた次の放送でお会いしましょう。プラナフォレストチャンネルでした。Nothing there.